言ったもんめじゃない。どんどん上に行くね。あれしょうま、一旦もんめんじゃない。一旦もんめ。ゲゲの鬼太郎で出てくる妖怪。一旦ごめん。一旦もんめ。一旦もんめ。うん。まさか。だってね、お父さん、こうやってね、紐がね、うん、めっちゃ長いところまで、めっちゃね、こんな。結構すごい速さでどこ行っていいよ。一旦無理じゃないよ、あれ。ほら、もう遠くに行ったもんね。しかも妖怪じゃないし、妖怪いるわけないじゃん。妖怪だったらね、見えないんだよ。知ってた。ねえ。ん？知ってた？妖怪って見えないんだからな、ね。